いやパート5の答えありすぎだろう。で全体的な難易度としてはどうだったのかって言ったらレベルは上がってますね。前回よりだいぶ難しかった。始まりました。むてぃチャンネル。さあ、今回はですね、受けてきました。第264回トイック公開テストですね。3月21日の午前の部になりますね。で、まあ、ここで受けたフォームの話をするんですけども、トイックって複数フォームがありますので、同じフォームで受けてるとは限りませんので、話が違うかもしれません。はい。まあ、都内のね、大教室で受けてきたんですけども、あまりよろしくなかった状況でしたね。で、なんでかっていうと、隣の人がですね、うなる人だったんですよ。で、これも初めてじゃないんで、前に神戸で受けた時ですね、こう動画にしたら、いろいろとコメントが来たんですよ。だから、うんって言っちゃう人ね。この、うんっていう、うなる人。前に受けた時になった時は、すっごいイライラしたんですけど、コメント欄にね、そういう病気の人がいるんですよって書かれてたから、そんなにイライラはしなかったです、今回は。って、こう、リスニング中とかちょっと嫌だったんですけど、なんとか。ただね、その人ね、ちょっとね、終わった後にずっとマークしてたのが、ちょっと多いって思ったけどね、試験官通るのに全然試験官気づかないし、何も言わないっていうね、3人通ったぞ。机の横。でも、誰も何も言わなかった。終わってて、多分トリプルパッセージが全部終わってなかったのかな。すごかった。マークすげえ長い時間してたもん。1分もいくかなぐらいずーっとやってた。もう試験終了ですって言ったとずーっとやってましたね。まあ、反対側の人も終了ですって言ったと思ってましたけど、まあ終わらない試験なんですよね。頑張れ試験官と思うんですけど、まあ試験官の方ね、一人はもう初めてだったんでしょうね、多分ね。この身分証チェック、まあ身分証のチェックの仕方もこっちの列とこっちの列で違ったんですけどね、こっちの列の人はただこうやってやってて、こっちの列の人はマスク取ってくださいってやってて違ったんですけど、チェックが終わってんのに、その後で多分新人であろう試験官が来たんですよ。で、またチェックしようとし始めて、で、当然もう回収してるから受験票をね、チェックできないんですけど、隣の人がこう免許出して、免許証ね、出してる状況になっちゃったんですよ。だから免許証しまわなきゃいけないのに、本当は。その人ずっと出しっぱなしで試験受けてた。ダメなんだけどなまあそんな事件がありました。では、見ていくんですけど、まずね、ちょっと突っ込みたい。多分、受けてた人、同じフォームだった人は多いって思ったと思いますね。いや、パート5の答えありすぎだろうっていうね。これもう大学入試だったら出題ミスなんじゃねえのぐらい多い。答えが多すぎる。まあ、この後ね、6時からの生放送でも多分話すと思うんですけども、いや、良くないでしょう。ある答えがあったんですけど、パート5の。で、しかもそいつ、また、いたんだよ、パート5で選択肢として。いや、なんかね、5系問題だったらまだしも5位問題で同じ選択肢ってやっちゃダメですよ。で、さらにびっくりしたのが、そいつがパート7でもう出てきたっていうね。これの意味は何ですかっていうね。まあ、熟語なんですけど、その熟語が問われてたんですよ、パート5で。だから、思いっきりパート7に答えが点々付きで書いてあったっていうね。そりゃダメでしょって思ったし、パート5で正解になったやつがパート6でまた正解になりましたね。本当に、だからやめなさいって思うんですけど、トイックはこういうことやっちゃうんですよね。全然気づかない。まあ多分リサイクル問題との兼ね合いとかもあるんですけど、そういうのもあったし、あとまあある名詞、すごい引っかかるんですよ。これパート5でめちゃめちゃ難しいやつなんですよ。これ多分リサイクル問題で前にすごい引っかかった人多かったやつなんですけど、それの答えもパート6に出てくるし、パート7にも出てました。もう何回答え出てくるんだこいつと思いながらね。ということで答え載せすぎです、トイックは。こういうのチェックしないんですかね。出すぎです。さすがに今回はパート5に多すぎましたね。いつもより多かった。パート7にもあった。これ全く同じパターンで正解でこの単語出てきてて、またこれ同じパターンでこれ正解出てきてるじゃんってね、記事問題なんですけど、まあ、全く同じパターン。設問も同じパターンで。回答もその単語があって、まあ動詞があって、その後ろにある名詞が違ってるだけっていうね。ちょっと、これはよろしくないんじゃないですかねって思います。はい。で、全体的な難易度としてはどうだったのかって言ったら、レベルは上がってますね。前回よりだいぶ難しかったっていう印象ですね。まずパート1からですね、いきなりむずいよね。こんな表現出してくんだなっていうの。まあ、トイック受けてる人なんで知ってるんですけど、一般の人にはこれむずいでしょっていうのが出てきましたね。さらには分かんない1問、これ本当に正解になるっていうのがありましたね。嘘、これでいいのみたいな。でも他違うしなっていうので、パート1で久しぶりに悩んだ。次パート2、いや遠回しが難しい変化球ってやつですね。直に答えが出てこないやつがだいぶむずい。1問分からなかった、もう完全にどれ正解なくねってなっちゃいましたね。もうこれはもう分からない、お手上げでした。一つはでもう覚えてないので、なんて言ってたか、A 出てこない、B 出てこない、C、違うじゃんって言って、A と B も忘れちゃってるので、もうお手上げです。はい。パート3、4も難しいですね。特に、やっぱ単語ですね。選択肢に出てくる単語のレベルが上がってます。本文中っていうか、このね、音声の中でそれを言ってくれてる場合はまだできると思うんですけど、言わないで、あえて、難しい言い換えにしてるやつとかは、こりゃだいぶ難しいなって思いましたね。うん。1個糸問題わかんないです。いや、どっちも正解だろって思っちゃって、まあ多分1個に絞られるヒントをどこかで読んでたんだと思うんですけど、いや、どっちも正解でしょうってずっと悩んじゃいましたね。それが随分尾を引いてましたね。で、なんかいつもだったら、あ、今回この A が少ないから A にしようとか B が少ないから B にしようってなってたんですけど、今回偏ってた。だいぶ偏りが多かったんで、判断できなかったですね。C と D ばっかりになるとか、結構あったと思いますね。普通だいたい10問中に ABCD 全部出てくるんですけど、今回出てこない列が2個もあったんで、ああ、だいぶ偏りも今回は激しかったなって思いましたね。C が5個以上になった列あったね。はい。ちょっと偏りが気になりましたね。どうだったでしょうか。そして、リーディングの方、パート5はまあ、普通で、先ほど言ったように、ちょっと答えが出過ぎですよっていう感じ。で、パート6もまあ、普通でしたけど、まあ、やっぱり消去法やんないと、文入れるやつとかっていうのは難しいかなと思いましたね。やっぱ、文脈が大事って思いましたね。で、パート7ですね。1問目から難しいですね。その単語知ってる人からするとすごい楽勝なんですけど、わざとその簡単なんですね。選択肢にいる単語を使わないで、本文中には難しい表現で書かれてましたね。ちょっとね、わざとだなと思いましたね。その単語を知らない人を答えさせない。だから1問目から難しいっていうのが最近の傾向ですよね。よく出てきますね、そういうのね。はい。で、語句言い換え問題が多かったですね、いつもより。最近すごく少なかった印象だったんですけど、4つぐらいあったかな。だいぶ多いなって思いました。で、文脈で解くやつというよりはもう、なんかそのまま解けちゃうっていうものだったね。はい、知識できるって感じでしたね。で、推測問題が、まあ、1個、それはないんじゃないのっていうのがあったんですよね。それはさすがに書かれてないでしょう。もちろんこれをヒントにしろっていうのはわかるけど、そこまでは言えないんじゃないっていうのがありましたね。やはり推測と照らし合わせ。これを常にね、意識しながらやらないといけないっていうのはよくわかりましたね。で、トリプルパッセージって、まあ、3つ文章があるやつですけど、そこで照らし合わせ問題が大体2つ以上あるんですけど、1個しかないものがあったんですよ。あ、さっきの問題と同じですね。その推測のそれはないでしょうと同じ問題ですね。1個しかなくて、そんなの初めてだと思って何回も読み直しちゃいましたね。でも、複数文書間の照らし合わせは1個しかなかったですね、問題で。というようで、なんかね、普通と違ったというか、いつもと違う感じの問題が多かったって印象ですね。そこに苦労しましたね。はい。どうだったでしょうか、皆さんは。はい。どういった感想だったか、まあ、書いていただければと思います。まだね、今、多分、午後を受けている方もいらっしゃると思いますが、私はこれから授業なんで、行っていきたいと思います。6時からは生配信したいと思います。まあ、明日の22日に見てる人はもう、それ、メンバーシップのアーカイブに行っちゃってますんで、見れないですけども、はい。今日21日にこれ見てる方は、ぜひ、聞いていただければなと思いますね。はい。まあ、いろいろとね、トイック950点プロジェクトのね、小泉松本とかいろんな人やってますんで、東大合格した飯田も頑張ってトイック受けたりとかしていきますんで、まあ、このチャンネルですね、ぜひ、まあ、英語と関係ないの結構やってるなと思うんですけども、ぜひ見ていただければなと思います。はい。視聴ありがとうございました。はい。ベイシスのコマーシャルがこの後流れます。今、ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に、偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、か、TOEIC で、もうほんと400点、500点さえも取れない。でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検、もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コード、もしくは概要欄の ID、これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。